新入学の子どもたちにあのお楽しみの時間がやってきました。いただきます。いただきます。入学式から4日、友達と一緒に笑顔で頬張るのは初めての給食です。ピカピカの1年生が初めての給食を食べています。みんな美味しそうです。今日から札幌市内の小学校で始まった新1年生への給食の提供。初日のメニューはコーンピラフに鶏肉の照り焼き、デザートはフルーツポンチと色とりどりのラインナップ。できるだけ食べやすく、同じ場所で同じ時間にみんなで食べる楽しさを子どもたちに感じてもらおうと考えられたといいます。一番美味しかったものを教えてください。お肉、楽しい。ではこれから食べてみたい給食は、一番楽しみにしているのはうどん。うどん、これが一番好きな食べ物です。このようで。早速おかわりする子もいて、みんな大満足の様子だった初めての給食。これからの学校生活も頑張っていけそうですね。ごちそうさまでした。